こんにちは、助産院バブバブ助産師とひさこです。今日はですね、今私12人目妊娠中で、そろそろ出産で、今待機入院、帝王切開を待つ待機入院中なんですけど、暇やわー、そういうことないですけどね。まあ病院での出来事、せっかくなんで YouTube で、いつもはね、質問に答えてみたいなことやってんねんけど、病院にいるからならでは のいろんなお話をしたいと思います。今日は、院内で私の存在、バレバレでしたっていうお話をしたいと思います。頑張らんで、適当で、チャンネル登録よろしくね。新着動画の通知が届くよ。大阪にずっといたんですよね。2020年の春まで。で、まあ、関西ではまあまあ有名やって、業界では有名でっていうかね、まあ、産婦人科業界じゃないですか。だからどうしてもその産婦人科業界の中に入り込んで、出産とかで病院入院すると、ね、そういう世界観だから、助産師とかお産とか妊娠とか、そういう世界観の中に入るわけだから、もちろんみんな知ってるよね。でスタッフもみんな知っててとかいう感じで、過去11回出産は大阪でしてるんですけども、いつも大体知られているなんかもう何も悪いことできんだから、もうバレてるから、もういつもこう口角上げてね、笑顔でね、誰に見られてもいいようにねみたいな、トイレ行く時もねみたいな、そんな感じで過ごしてたんで、沖縄に今年の春に移ってきて、まあ沖縄ではそんなに私の認知度は高くないですし、まあそないで知られてないやろと、今周産期センターに入院中ですけど、まあそないで知られてないやろと、関西にいた時みたいに そんなことはないやろうと、まあ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 、ちょっと気抜きながら、病院入院してきたんですよね。大阪人は、とにかく出張するので、まあまあ、みんながみんなじゃないですけどね、私のこと見つけたらみんな声かけてくれて、うわ、久子さんや、バンバンの久子さんですよね、みたいな、握手してください、みたいな、めっちゃフレンドリーにすごく声かけてくるんですよね、大阪の人って。県民性ですかね。沖縄行ったら、なんかね、視線は感じるんですよ、廊下に出ると。なんかじっと見られてるみたいな感じるんですけど、なかなか声をかけてくる妊婦さんとかのママさんっていうのがいらっしゃらなくて、入院してから前半ね、あ、意外と私知られてないか、もしくは知られていてもそんな声かけられへんねんや、そっかそっかそっか、うんうんうん、あ、沖縄やっぱ大阪とちゃうなと思いながら過ごしてたんですけど、今日で入院して5日目なんですけど、ちらほらとトイレ行ったりとか、今大部屋に入院してるからトイレは別なんですね。シャワー行ったりとか、トイレ行ったりとか、こう廊下に出ると、パタッとこう、鉢合わせした妊婦さんとか、ママさんに、久子さんって声かけられることが増えてきました。で今、コロナがあるからね、こう患者さん、3密、ソーシャルディスタンスでね、患者さん同士のその関わりとかあんまないんですよね。カーテン全部閉めてるしね、周産期センターで、外の世界と隔離されてるからね、そこまでこうなんか厳密にこう3密避けて、感染予防みたいなこと死んでも大丈夫なんちゃうかなとかは思うんですけど、一応院内ではマスク着用やしね。とは思うんやけど、まあでもね、もう時代が時代ですからね、仕方がないよね。通常やったら大部屋とかいたらね、みんなカーテン開けたりとか、ママ同士、妊婦さん、切迫の妊婦さん同士とかがこう会話して、どうですかとか言って会話しながら、そこでこうね、ママ友、将来のママ友みたいなのを、そういう関係性を培ったりとか、あとお祝い膳みんなで食べたりとかでね、関わりがあったりするんですけど、今そういうのがもうね、コロナで全部ないので、食事もみんなカーテン閉め切っただけで一人でね、黙々と食べてみたいな、そんな感じになっちゃってるんですけども、まあそういう中で廊下で鉢合わせた時に声かけられるようになって、あ、やっぱ知られてんねんな、みたいな。で、みんなね、ここの病院かなと思ってましたとか、いつもブログ読んでますとか、YouTube 見てますとか、沖縄のタライディスってましたねとか、すいません、お前。いや、タライいいですよ、オンザ浴。私、あれから毎日やってるもん、毎朝シャワー行って、オンザ浴。舐めとった。ほんまにごめんなさい。もうポカポカなりますね、体ね。妊娠中にもタライの温座浴っていうのは本当におすすめなので、もうあんだけディスっといてすいませんやけど、ちょっと本土の人もやってみてほしいなと思う。まあ、湯船あるからいらんねんけどね、タライね。まあ、そんなんでね、すごい知られててなんですけどもね。YouTube でこれ喋ってるんですけどね、ブログも私書いてるんですよ。ブログの方がこの YouTube で喋ってる内容をやっぱ文章にするから落ち着いて書けるから、結構深いところまで書けてたりとかして、私的には
とかもあるので、もしあの私の文章言うときは長いよもう途中で眠たーなるわっていうのもよく言われますけどもね、まあ、あの読むことが嫌いじゃない人は YouTube 見てもらうのも嬉しいですけど、あのブログの方もあの読んでもらうと、あのさらにこの喋ってる内容が深めて書いてあって、あの視覚で捉えるとすごい頭に入るからね、あのブログも読んでもらえるとありがたいかなっていうふうに思います。病院の中でやっぱ知られてました。はい、助産師さんたちもみんな知ってます。でちょろちょろ声かけられて、やっぱり久子さんちょっと勤務の状態があるから忙しいからなかなか時間取れへんねんけど、あのそのうちちょっと時間ある時ゆっくりお話聞かせてくださいね、なかなか面白い話いっぱい出てきそうやからみたいなことを大きな弁で言われたりとかそんな感じで、はい、なるべく目立たへんようにねおとなしいしてるんですけどね。はい、もうなんせそんなん言うても、11回産んでるけど12回目初めての帝王切開控えてます。やっぱ不安です、初めてだもんだって経験するの。そういう意味ではね、ただのね一妊婦なんですよ。バブバブの久子さんだから何でも知ってて全部受け止めれるとか思わんといて、いや不安ですよ帝王切開。あの先に帝王切開で産んでいってはるママさんたちの喋ってはる子、意外と痛くないんやとか聞いてるもんね自分もケアしてた立場なのにねまあいろんな意味で帝王切開、もうすぐ帝王切開楽しみです。あの知られているからこそあんまりあの目立ったことしないようにおとなしく賢くあの入院生活を送ろうと余ってありますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、12人目妊娠中助産師久子の子育て学校出産秒読みでございます。チャンネル登録してぜひ入学してください。